私のチャンネルへようこそ JBN1View。四角スマップ音キンプリの異常なシンクロ。中居、スマップ解散騒動時の大炎上を振り返り、やばいからね。中居正広、盲腸がん報道について、俺のスマップ騒動の時知ってるか？やばいんだよ。休養前最後の公演とキンプリ、3人脱退発表の同日に衝撃発言。キンプリとスマップへのシンクロの悪夢。11月4日、ジャニーズの人気アイドルグループ KNG、プリンスコーオップ、メンバーの岸優太20、7平野志陽20、5神宮寺優太25の3人が来年2023年の5月22日に脱退ジャニーズ事務所も退所することが発表された。3人の脱退派、陽は平野が主演 TBS ドラマ、クロサギの放送が終わった後の夜11時に行われたのですが、同局でその直前に放送されていたのは元ジャニーズの先輩中居正広53の冠番組中居正広の金曜日のスマイルたちへでし、この11月4日には中居さんも休業を発表しており、この放送が休業前最後の収録ということになりました。この日、中居が社長を務める事務所のんびり中居のホームページで、中居正広に関するご報告として、弊社所属タレント中居正広についてご存知の方もいらっしゃると思いますが、先月体調を崩し何日かお休みをいただきました。その後、仕事に復帰いたしましたが、その当時から見ていただいている病院の先生方や、携わるスタッフと中居本人が話し合った結果、休養のため1ヶ月ほど活動を休止することになりましたのでご報告申し上げます。なお、本人の気持ちは至って前向きでございます。関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。というリリースが掲載。翌日、11月5日の23時には、中居は自身のラジオ、中居正広オンエア日本放送で、リスナーに向けて休養について説明。そこでは、濁しているでしょ？結局何も具体的なこと言ってないって、と語り、ファンに向けて、濁しながら受け入れてもらいたいなって、と、自身の心情を語った。中居については、10月27日発売の、週刊新潮、新潮社では、中居が盲腸がんの手術を極秘で受けていたとも報じられ、波紋を広がっていた。中居は今年7月に急性虫垂炎により救急車で運ばれ、手術を受けたという。その手術と前後して盲腸のがんも発覚。医師と相談の上、7月に続いて改めて9月にも摘出手術を受けたとされる。しかし、手術は当初の見立てよりも体への負担が重いものとなり、入院期間が長引き、レギュラー番組を欠席することになったと、記事では伝えていた。中居くん、心配。休業前最後の収録で見せた痩せ細った姿に心配の声続出。11月4日に中居が休業前最後に出演した中居正広の金曜日のスマイルたちへの収録風景に痩せ細り頬がこけた中居の姿が。これにはファンからも中居くん痩せてるね。しっかり休んでほしい。中居くん心配。しっかり休養とってねと心配の声が続出していた。四角スマップ音キンプリの異常なシンクロ。この中居の言葉以外にも、ジャニーズの先輩としてだけではなく、グループの分離も経験しているキンプリとスマップへのあるシンクロも話題になっている。スマップを解散騒動があった2016年の1月に、レギュラー出演していたフジテレビ系の人気バラエティ番組、スマップ非系クラスマップで緊急特番として、生放送で謝罪会見を開いているんです。この謝罪会見は、5人全員が黒いスーツ姿で横一列に整列し、一人一人コメントが書かれたカンペ読み上げ、ネットでは公開処刑とも言われるような様子だったことで知られています。今回、キンプリが脱退が発表された11月4日に、
キンプリのファンクラブ限定で動画を公開しているんですが、その時の様子がスマップの公開処刑とシンクロしていると話題になっています。このキンプリの謝罪動画を見たファンからは、キンプリ謝っている構図がスマプオと一緒すぎて鳥肌立った、心がズタボロになって何が起きているかわからないまま今を生きてるのに同じ目をキンプリのファンの子たちが経験するなんて、ファンは本人たちが納得している、言いない、表情や仕草でわかるんだよ。スマップファンです。スマップ解散とやり方が似ています。あんな思いを後輩、ファンの方にさせてほしくなかった。あのスマップへの公開処刑のような謝罪を見て、背筋がゾッとして、悲しくて涙が出た経験から。あの事務所のタレントさんの言葉を額面通り受け取ってはいけないと思っている。キンプリの言葉を、そのままに受け止めてはいけない。キンプリのファンというわけではないけど、平野紫耀がセンター外されて普段深々とお辞儀してるのに最後までお辞儀しない事務所に残るメンバーだけ明るい引き調の服とかスマップへの謝罪会見を彷彿とさせる。あの時は中居くんが左隅に追いやられて、キムタク一人だけ白ネクタイだったな。キンプリちゃんって必ず腰で折ってお辞儀をするんだよ。あんな首だけのお辞儀見たことない。捕らえられた捕虜みたい。何かを伝えようとしてくれてるんだよね。と、多くの声が上がっていた。謝罪時の整列順や自身の言葉ではなくカンペを読み上げるスタイルなどがスマップとキンプリがシンクロしている、と話題になっていました。デビュー25年と5年という違いはありますが、その衝撃はファンにとっては同じ。ネットでも、ただただ涙が止まらないし、寝ようと思って目を閉じても辛すぎて眠れない、パニックすぎて眠れないジャニーズ事務所大丈夫そう？といったように眠れない夜を過ごしたファンも多かったようです。四角中居、スマップ解散騒動時の大炎上を振り返り、やばいからね。そんな中居が休業前、最後に出演した11月4日放送回の金スマには、ゲストに京姉妹が登場。音楽配信アプリ Spotify で人気のポッドキャスト番組、京姉妹のファルーラスワールドで視聴者からのお悩み相談が人気の京姉妹が芸能人からのお悩み相談に答えるという企画が放送された。番組が収録されたのはゲストで登場していたギャルモデルみちよぱ24さんが結婚発表した10月22日当日だったとのことで、結婚に対するお悩みを京姉妹に相談する場面も。そんな中、ゲストの元フィギュアスケート日本代表の安藤美希34さんが SNS 上で母親らしくないと炎上してしまうという悩みを京姉妹に相談したところ、やっかみとかいろんなことで悪いことを書いている方とかはあんまり気にせず、その方たちは多分とても不幸な方たちなんだと思うんですね。あの幸せなんであれば、そんな悪口などを書く暇がないという回答がありました。さらに続けて安藤さんは、炎上で一人娘に迷惑をかけたり傷つかないか心配、と正直な気持ちを京姉妹に相談したところ、それはお母様がそんなこと炎上を全然気にする必要ないのよって言って差し上げると、かなり違うんじゃないんですか、と気持ちに寄り添った京姉妹らしい回答をしており、これには安藤さんも安心された様子が放送されていましたよ。芸能識者。そんな中、SNS での炎上に関してのスタジオトーク内で、中居から気になる発言が飛び出した。スタジオトーク内でみちょぱさんが SNS のエゴサをすると発言した際に、安藤さんが、でもみちよぱさんは好感度いいじゃないですか。なんならこちら、今回の収録に来て好感度悪いの一人いるなって自覚しました、と発言。その時、すかさず中居さんから、俺のスマップ騒動の時知ってる？やばいからね。やばいからね。とスマップ解散時について言及する場面があったんです。これにはファンからも、スマップ騒動への時知ってる？やばいから、ね。って中居くんから、おいおい。
炎上で出演者の人たちが言ってるの中で最強のマウントを取った中居正広が圧倒的すぎて、ピリオド、正直吹いた賞、そうやって自分のことを笑いにして場を和ませる人なんですよね。中居正広という人は、いつもより余計に心がギュッとなります、という驚きの声が上がっていました。盲腸がん報道の中居正広、俺のスマップ騒動の時知ってる？やばいからね。休養前ラスト番組案、キンプリ3人脱退発表同日に衝撃発言。キンプリとスマップ悪夢のシンクロ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。